からこう手に取れる感じ、これ覗ける感じで、ね、これは嬉しいわ。嬉しいでしょう。来るだけで楽しいでしょう。今までよりも。インザハウス、インザハウス、インザハウス、吉尾美朗です。よろしくお願いいたします。6月まだ空いてないですよね、まあ、収録段階では、はい、この動画は一応オープン後にちゃんと編集して出しますけれども、はい、今日ですね、6月5日、待ちに待ったですね、はい、ボディワンピックのフラッグシップストアがですね、オープン前に見せてもらえるということで、取材今ね、明るかな、芝迷ってんの、フリッカーって言うんですけど、フリッカーね、これ視聴者さんは見えないよね、はい、じゃあ、そこちょっと見せ、はい、6月9日見せましょうか、見せ、はい、まずこれじゃあ、ありの、はい、はい、じゃあまだ、ほとんど未公開、はい、奥様以外には、はい、奥様のハイパードラフィギュアには未公開の、はい、はい、よろしくお願いします。お案内しましょう。お店は階段のみなんですよね。いえ、エレベーターも使えるようになります。あ、そうなんですね。はい、すげえ、素晴らしい。あ、いいですね。新鮮、これワクワクする。今回なんかちょっとあれですね、うん、静かな感じの水色をイメージしてるんですか。そうですね、ちょっとやっぱり皆さんにこう和んでいただきたいのと、はい、それから上のレフマークさんがオレンジを基調にしてて、なるほど、色っぽい、はい、あとたまたまさんがこうね、スウェーデンみたいな色というか、はい、イケアみたいな色なんで、ちょっと落ち着いた色にしようかなと。いや、すごいいい匂い。うわほー、エコードバーがあります。はい、どうぞ。いや、おすみさんもういるじゃないですか。いるしね。はい、失礼します。失礼します。おすみさんからお花。そうですね。ご存知の方から。はい。はい、すげえ広。入り口から広い。そうですね。ちょっとまだ段ボールが散乱してると、はいはいはい、散乱しても卵を産んでるわけじゃないんですけど、大丈夫かな。勘違いされちゃ困るんだ。なんだそれ。いや、でもなんかイメージ全然違いますね。そうだね。ここは、まあ、言っちゃうと今こんなものが、はい、押してるよっていうコーナーで、はい、ですね、今回初導入となるイスラエルのブランドなんですけど、ええ、タクティカルブランドのアジライトっていうですね、私がショットショットで引っ掛けてきたバランドなんですけど、はい、はい、素晴らしいこのプレートキャリアとかタクティカルギアを作るメーカーなんで、ええ、まあ、それを基調に、あとはブレードテックっていう方はね、ホルスターメーカーなんですけど、そういったものをこのギアなんかも使いながら、はい、そこにいるですね、はい、多い、あ、はい、はい、彼が、はい、ディスプレイスティックを作ってくれました。なるほどね、はい、超かっこいいですよ、はい、いいでしょう、シンメトリーな感じが、うん、これ見たことないですもんね、だってね、このアジはなかなかね、そうですよね、そうそうそう、まだそんなにね、日本ではメジャーじゃないんだけど、今着々とこう世界でこうその地位を高めつつあるブランドなんだけど、はい、サソリのマークがポイント。うわ、すごいね。そうなんですね。なんかこう入り口からちょっとワクワクする作りじゃないですか、おすすめ。これはもうね、言っちゃえば、ディズニーランドのスペースマウンテンみたいな。そこまで行っちゃう。そこまで行っちゃう。もうここの段階からワクワクしてるっていうね。あ、すごいすごい、はい。そしてこの壁がやばいんです。はい。まずこちらからなんですけど、クライタック。クライタック。シグザワー。はい。BCMA は、はい、エア。それからランサタクティカルというですね、はい、まあ、言っちゃえばライラックスマターの壁、はい、はい、これもちろん前のホテルのケース同様触れるんですか。触れます。いいですね、はい、一部除いて、はいはい、あ、これ二重壁になってんだ。二重壁だって、うわ、奥ほら、あ、これ奥じゃないですか。三重です。三重、マジっすか。マジです。やばカラクリ屋敷です。はい、すごい。もうだからこうグーッと回ってきていただきましてですね、明日からこれなくなります。わかりました。広々って感じですよね。多分。今はちょっとスペースの関係で置けなかったですね。64式とか EBR なんかも含めて。あ、本当だ。あと懐かしいけど SR25。はいはいはい。はい。これマニアも喜ぶ。そうですね。といったようなちょっとこう今で、ね、なかなか置いてないものも含めて、はい、もうこれもギリギリバリバリの、はい、ビリビリの、はい、現役商品ですからね。でこう入っていただくと、この辺に売れ筋の ARP9-2.0 とか、はい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 、そういったものもありますけれども、ガラガラ。これお客さんが開けていいんですか。いいですよ。へえ、はい、となるとこう、例えばちょっとレジェンダリーになりますけど、はいはい、CM16SR シリーズですね、私が G&G で初めて触れて感動した銃なんですけど、はい、こういったものもまだまだ現役ですので置いてあります。ガラ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 。ワイルドホック。ワイルドホックもあるし、ね、すごいな、やっぱり。そうですよ。そしてすげえ、これも動くんだ。動きます、動きます。あ、これも
ね、止まらないじゃないですか。止まりませんね。ここで終わっちゃいそうな気がしますけど、終わってはいけません。終わってはいけません。はい、まずガンコーナーが入り口にあって F2000 よ、もう、はいはい、最近見ないですからね。最近見ないでしょ、うん、でもやっぱ全然人気中だからね。で、こうやってあってですね、はい、この辺りはあれですね、あのカスタムガンのコーナーですね。カスタムガンやっぱり打っていただこうということで、はいはい、まあ、例えばこうプライムカスタムしたものとか、ええ、それからあのご存知あれですね、ハゲロウ入れたエボシリーズなんかもあったりして、はい、あ、じゃあこれから値段とか貼るんですね。そうですね、うん、もうあの一部貼ってあるものもありますけど、はいはい、今もうギリギリやってます。そして、はい、見てください、はい、これは、はい、見やすい。しかもここにほら、デフトオプティクス、オプティクス、オフィシャルディーローですか、我々は。この、あ、これいいわ、この絵いいよ。いいでしょ、うん、まだにゃん面とか置いてありますけど、はいはいはい、もうね、はい、こういったものもあの本番では片付けますけれどもちょっと見てください、これすごいですよね。よくここまで揃えたっていうか、モデルにしたのはですね、うん、私がラスベガスで見て ラスベガスで見てきたショットショーと言いたいところなんですけど、はい、アップルストア、アップルストアをアップルストアの感じでしょ、この高さ、はいはい、からこう手に取れる感じ、これ覗ける感じで、ね、これは嬉しいわ。嬉しいでしょう。来るだけで楽しいでしょ。今までよりも、うん、今までのこういう段々展示よりも全然、はい、あの明るくなったし、明るくなったし、あとやっぱりこうあのよりこうフレンドリーにこう触れる感じになってきたね。天井広いですもんね。天井高いよ、ここは、うん、びっくりするぐらい高い。奥のあんなすげえ、すごいな。いや、まだまだなんですよ。 ここはあの文字通り入り口に過ぎません。入り口に過ぎないですよね、はい、そこでこう取っ違ってますけど、はい、ここがあのあれですね、レジカウンターですね。レジカウンターですね、はい、うん、でここにちょっとこの、なんていうかな、ちょっとお高めバージョン、お高めディスパとか、それからちょっと見てください、はい、サーマルスコープですよ。売っちゃうんですか。売りますし、触っていただいても結構、うん、言っていただければ。それからこれからちょっといろんな企画とかに私が使ったりとかするんですけどね。サーマルスコープを、スコープを、サーマルスコープを何の企画に使うんですか。そうね、男4人並ばせ て誰が裸かみたいな、はい、真っ暗闇で、あとどこが一番サーマルしてるかってことね。そうですね、はい、かりました。チンズハウスになりますからね、はい、あとはもう、ね、まだ箱が出してませんけど、あのシュアファイア、実です、実物です、はいはいはい、それからこういったサイトロンのスコープとか、まあ、この辺は実パとかって感じで、あとシグザワーとかね、はい、って感じですね。すごいな、よく陳列頑張ってますね、はい、すごいよ。まだ終わってません。まだ終わってませんけど、ね、はい、そしてこっち行きますとですね、はい、この辺はちょっと言ったらスペシャルコーナーなんですけど、はいはい、オープニングはなんとマヨドレスさんに、はいはい、あの協力していただきまして、もうこのマヨドレス現行ラインナップ全部みたいな感じ、すごい場所に鎮座してますね。鎮座ハウスなんですけどちょっとこれは甘やかしすぎたのかなと思います。入り口すぐ入り口すぐじゃないですか。そうなんだよね、やっぱりでもこう花があるじゃないですか、はいはい、マヨゾネスはね、うん、おしゃれですからね。おしゃれですよ、うん、ほらマヨゾネス、マヨゾネス、マヨゾネス。あれ、マヨさんの T シャツって、はい、こんなでかかったっ。でかいのもありますよ、でかいっすね、最近は、うん、やっぱりね、マヨファン結構でかい人が多いらしくて。なるほど、結構大きいものは最近よく作るようになったみたいですね。あ、このところにタークーがいる。タークーが本当だ、来てらっしゃいますね。早く何モデルやってるんだかな感じですね。わかります、はい、もう何からお知らせしてるのか、ちょっとじゃあ順路でいきましょうか。順路で、あの順番に見せられなくてもないんですけど、ぐるっとアークターラス E&L コーナーですね、はい、これもすごいでしょう。これはここ全部アークターラス。そうです。向こうまで、向こうが、E&L とか。ああ、なるほど、はい、AK とかですね、はい、いやー、これは来た人余計迷うんじゃない、こんだけ事情。まだ入ったばっかりですからねこれがマガジンコーナー、BB弾コーナー、まだ全然陳列が終わってない感じ、はいはいね、あとガスとか、ガスとか CO2 の多めとかいろいろありますけど、はいはいはい、この辺はマガジンはこうまとめておいてありますね。おすすめはもう本当にちょっと高いんですけど、その分価値があるですね、うんうん、あ、PTS もノマグなのに250ラウンドです、ね、はいはいはい、もはやミッドキャップとは言えないような。あ、なんか種類すげえやっぱ増えましたね。確実に増えてますね。何でも揃うよ。そうよ、うん、そして ARP9 にも使えちゃう、PW9 のマガジンというですね、これなんかもお安くていいですよ。すでに欲しい、私も使ってます、ね、はい、まだ売ってない。あの大人気クライタックの P マグラテナのあれですね、はい、あのポリバーマガジンですね、はい、とかいろんなものもあり、いやいいな、大変です、すごい、はい、そしてこれやばいな、やばいよ、ハンドガン、
あの14アペックスに少なかったと言われるそうですね、はい、あの軽くし分かったんですけど、あのこれからハンドガンもちゃんと手にあのちゃんとやっていこうということでですね、うんうんうん、まあ電動ハンドガンもありますし、うん、ガスボールもありますしって感じが、このようにちょっとこうなんつうかな、お手に触れやすいというか、はい、あのフレンドリーなところで。ハンドガン系は基本的に試射ダメですよね、うん、試射できるものもたくさん置きます。あ、じゃあ試射銃とその販売銃別ってことですね、うん、そうですね、うん、はい、で出た、あ、いいのこれ今出しちゃいいよ、うんうん、これが6月の9日、はい、ロックの日から発売になりますですね、マーク23サンダーストラックですねこのあのそあれですよね、そうです、特殊な感じが、はい、私こういうカスタムモデルの名前をですね勝手にハードロックの名前の曲名からつけることで有名ですけども、はい、限定ですよね、限定ですね、限定といつ今回は、秋葉原限定で、うん、12本かな。じゃあもう、はい、もうこの動画出ることないです。そこまではどうかな。ないですって。ないだといいなって。いつも早いですもん。で、ね、今回ね、うん、これライラックスさんに塗装やってもらったんですけど、はい、この塗装あのね模様って偶然出るんですよね。もちろん狙ってはいるんですけど、はいはい、だからあの一つとして一本として同じものではない、じ同じ模様はないです。全部違います。あ、おすみさんがやったんじゃないんだ。今回はライラックスさんがやったんです。これ私できないですよ。すっげえな。いくら暇なあの世界一暇な統括としてもできないです。それは。これちゃんとあのライラックスさんにやってもらいました。はいはい、順番に切ってありますよ。バッテリーやばいし、この量が。バッテリーも揃うしね。でもさ、時代変わったなと思うのはさ、あの私たちがこの何2015年の9月に、はい、バッテリー始めた時はですね、ほとんどがニッケル水素バッテリーだったんです。あ、なるほどなるほど、はい、今ニッスイこんだけ、うん、であのニッケル水素で、はい、俺初めて買った時やっぱそうなんですよ、うん、で、うん、コーティーは来て、リポの、 あの 怖くないっていうのを教えてもらって、そうです、うん、正しく扱えばリポも怖くない、いまだにやっぱりちょっと怖かった人いますからね。いますね。ただそれはまあ、うん、なんつうかな、じゃあリポにしろってこう言うわけじゃないんですけど、うん、そうですね、あとね丸井さんが結構ちょっと安全性高いこうリポのこうシステムを、ね、作ってくれたりとかしたんで、はい、これからどんどんこうあのリポに対して の、 この理解も深まっていくと思うんだけど、とにかくやっちゃいけないことをやらなきゃ大丈夫です。わかりました、はい、あとは、まあ、みんな大好きエステックのトレーサーコーナーとか、トレーサーコーナー、はい、それからあとローダーですね、ローダーですね、はい、いっぱいありますね、ありますね、それから、マガジン関係、あのガス風呂のマガジン関係ですね、はい、すごいな、すごい、これは大変ですよ、全部紹介すると。ここはですね、おそらく日本で最大級じゃないかな、あの G&G のパーツ、ここ全部 GG？ これ全部 GG です、これやばいですすげえな、これRK47 のタペットプレートとかですね、やばいのはですね、私びっくりしちゃったんですけど、 GR14 って M14 ですよ、 EBR とか本当だの、モーターマウントみたいな、うん、やばいパーツも結構、何でもあるじゃん、そうだね、うん、うわ、ステックすごいね、ないもの言ってください、とりあえず探しに来たらありかもしれないですよ、ね、そうだね、あと外装なんかもこういうちょっとこのフリップアップサイトとか、うん、あと注目してほしいのはこのですね、我々 US ハイダーって呼んでますけど、あ、オレンジハイダー、そう、はい、あの日本以外の国だとやっぱりちょっとこの実銃と区別するために、特に実銃にこう親しくしてる国なんかは、はい、あの結構そのこういうところをこう黒くつくのが禁止されたりするんですよね、そういったためのものもありますけど、はい、あえてちょっとこのね、あのエアソフトを気取るならありなんじゃないかと思いますね、はい、ちなみに YouTube、うん、前俺オレンジ色のやつ、はい、銃もオレンジにしたじゃないですか、はい、あれ審査通りやすかったんですよ、あ、なるほどね、もしかしたらエアソフトか、うん、そういう感じかもしれないんで、そういう感じだね、きっとね、うん、はい、あ、こんなんあんだ、知らなかった、バンフティームのマズルブレーキすごい、これはでも1個ずつでしょ、ストックはなくなっちゃったらすぐなあれですよね、え、また頼むから、あ、そうなんですね、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、いやー、やばいな、まだ真ん中だよ、そしてこの辺がアイウェアコーナーですね、うん、真ん中じゃないです、まだ序の口です、まず全然、フォレーと、はい、ゲイターズ、スワンズやっちゃうの、これゲイターズやっちゃう、エッジゲイジやっちゃいます、秋葉原でもフラッグシップショップというからには、はい、他のお店にあってこのお店にないってものはなるべく減らしていく、まあ、例えばだから高知限定のキーホルダーとかそういうものを売っちゃうと高知かわいそうだからないけど、そのなんていうかな、もう各店で人気があるものなんかはもうここにあるし、逆に言うとここで人気があるけど各店どうかなって言って下ろしちゃうものもあるかもしれないって感じで、
もう私なんかこれ、これですね、超愛用してますよ、うん、これ、うん、僕どれだろう、マグナムなんですけど、おうほうほう、あるよマグナムも、うん、どっかにありますね、はい、どっかにありま す, あ, ります、はい、あとこのフェイスガードとかあったりとか、あとご存知インクね、インクさん、はい、って感じで、いやちょっとはい、この調子でいくと3日かかりますけど、ね、3日かかりますね、あとここちょっと興味深いんじゃないかな、ですね、今まで41では使ってなかった大関係とか、あ、すげえ、はい、実在です、実在、本物です、あ、あるすごいじゃないですか、綺麗でしょ、カイレンズ、うん、綺麗でしょ、僕の大派なんで、大派なんでね、そう、売ってるよ、カイロの顔、大はこのでかい顔でも綺麗に収まるぞ、お、マジっすか、で、あの酸性のマスクとかってはみ出ちゃうんですよ、うん、ここがね、こうなってたんだね、唯一顔にはまるのが大マスク、おお、まず買うの、サイズ、じゃあ 14PX で、はい、そう、だからまあエアソフターというか、あのペイントボーラーですよね、うん、なんか愛用するようなプロテクターなんかもあるし、あとこういうヘルメット関係ですね、この辺 PTS ですね、いろんなもの取り扱ってるってことは、うん、例えばあの商社さんとかが、ね、うん、ペイントボールとかやってて、こんなのあったらいいんじゃないかっていう情報も欲しいですよね、そうあるしね、うん、それからあとペイントボールとあのサバゲーっていうのは非常にこう親和性が高いので、うんうん、あの結構行ったり来たりしてればあるんじゃないですか、はい、であとはこの PTS のこのヘルメットいいよ、これすごいですね、きれい、なんかすっごい作りが良いんだけど、うん、言っちゃえばミリタリーのケブラで作られているヘルメットよりもかなり軽いんですよ、はいはい、でもう非常にこの作りがいいです、あのパーツも結構あるしね、すげえ、あれも面白いでしょ、これね、あの HK あのなんだっけ、 HK アミーっていう、そうそう、これあのハセピー大好きなの、あ、そうなの、これヘッドバンド、そう、はい、このね、裏側がこうタオロジーになっていて、そうそう、うん、汗が全然こう垂れてこないという、これはいいわ、ね、しかも色がいろいろあってさ、あとこうちょっとこう、あれ判決的に微妙な、あれそんなことない、まあ、でもいいんじゃないですかまあ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 、まあ、誰がどう見てもハローキティに見えないですよね、でも流行っちゃうね、流行っちゃう、流行っちゃう、ホスティルキッズって書いてありますまあこういう感じでちょっとこのケレン味のある感じで、はい、ギリギリ攻めた感じだね、すげえすげえ、はい、まさかそこまで、あとこれプレテック、結構歴史のあるメーカーなんだけど、日本ではあんまりたくさん扱われてないのが不思議ですよね、これも僕も知らないですね、ですね、これもあのあれショットショーでちょっとお話ししてきて、あの取引始まったところなんですけど、あの非常にこうコンパクトで、なおかつあの本当にフィット感の高い、はい、あのホルスターを作ってるメーカーですね、はい、それからここライラックスコーナーです、あ、ライラックスさんも丸々、そうなんですよ、ちょっと今まで秋葉原店で薄かったこういうちょっとブロックとか、それからあとあのハイキャパのアウターバレル関係とか、はいはいはい、あとこういう内部パーツですよね、あのギアとか、なんかあのですよね、ショートなんだけどノンリコイルだっけ、なんかありましたよね、正確に言うとノンショートリコイルなんですけど、うん、そういったキットなんかもありますし、まあ、あとこう強化タペットプレートとか、はいはい、まあ、それからあとはあれですね、あのトリガー有名ですよね、こういうのね、はい、とかこういったものもあります、もうハイキャパなんか一丁組めちゃうぐらいの、一丁組めちゃいますから、ね、ほんとほんと、いやーすげえな、うん、すげえな、でこの辺はそのライラックさんが扱ってるこの実パーツ関係ですよね、はい、クリスのこういう大人気のね、はい、パーツとか、それからとマグプル、マグプル、これからマグプルはすごい品薄になるからもう押さえた方がいいですよ、あ、そうなんですか、そうだよ、なんで、あのまあちょっとアメリカのその輸出規制の関係とかなのかな、はい、という感じがあって、今結構流通在庫に限られる、しばらくの間限られるので、うん、あのマグプルファンの方々は今ちょっと抑えた方がいいと思います、マジで、ぜひ、うん、あの値段もそんな高くないからね、うん、あとはこうアメリカの雑誌をめくると必ず出てくる UTG、ね、UTG マウントかっこいいです、はい、まさか、いや、あのあんまり見たことないのが多いね、そうだから本当に今回は取り扱いブランドがもう飛躍的に増えたんですよ、うん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 、だから41っていうと、まあ、あのそういう風にしてきた部分はあるんだけど、はい、やっぱりエントリーユーザー、うん、あのビギナーのためのこの、 あのお店っていうイメージが強かったと思うし、はい、それはすごい私たちの誇りなんだけども、それからちょっとワンステップ上がった人、2ステップ4ステップ行っちゃった人、うん、なんかもやっぱり来てもらえるような、あのそういうお店にしたいなと思って、まあ、今後だからこういうもののこの品揃えをどんどん増やしていくし、これからいろいろお店できるものがあると思う、娘さん、俺ね3倍4倍5倍ぐらいちょっとびっくりしてるんですよ、何煽ったじゃないですか、煽った、煽った、その5倍ぐらいびっくりしてる、はい、うん、もうだってあのポップパッキンだけどこの量だよ、うん、
使っちゃったんですね。ワンコーナー使ったんですね。あとギア関係とか、うん、終わっても移動棚でどんどん見られるんですけど、すげえなこれ。あとモーターの種類やばいですよ、モーターがこんなにある、すげえ、モーターだけでこんなにありますよ。あ、普通の GG のものからラピッドファイヤーの、そうですね、あのモーター下げると、うちで扱うモーターって磁力強いの多いから、はいはい、バシバシにくっついちゃうって、なのでちょっと無駄にしましたけども、この無駄を、ね、あのレジに持ってきていただければ、ね、はい、あのこれいいですね、でき、うん、いいでしょ。しかもこれ見て、このおしゃれなこのプレート本当だね、作ったんですねそうです、そうです、そうです。てかね、ここにも銃があるのよ。はい、ここ ICS コーナーですね。もう見切れないっすわ、おすみさん。いや、完全にそうだよね。で、ないものないんじゃないの、あんまり。いや、そんなことはないけど、でもやっぱり我々ある程度ちょっと選んでるんで、うんうんうん、やっぱりこう、ね、おすすめできないものは基本的にお金主義で、ある程度欲しいものはちょっと揃っちゃうんじゃないのっていう。そうですね。すげえ、こっち行ったら、ここにもパッキンがあった。この辺はハンド関係のパッキンですね。あとはアウターバレルとかって感じで、あのライラックス以外のものが置いてある。ハスビー、あの V カーの時に何でも揃うじゃない。そうですね、よかったね、うん、ここら辺のパーツがちょっと気になる。あとこのキングさん、この何ですか、このショットガンの量は。これはあのネブラスカ州のガンショップですね。また微妙な州を、はい、中西部のアーカンソーとかね。あの辺、はいはいはい。いや、でもイメージ全然違いましたね。今まで白気象だったじゃないですか。そうですね。いや、ちょっと今回はだから運動を基調にしながらもちょっとインダストリアのイメージっていうところにこれからゾーンに入っていくわけなんですけど、もうだってちょっとこのキングさん越しにもう見てみた方が分かるんですけど、うん、このマグポーチの量すごい。てかキングさんもう大工じゃないですか。ああ、頑張りました。大工になっちゃう。もうあの田畑工務店と言われてますからね。すごいな、すごくないですか。そうだから全てのものがこうやって三重構造にですね、うん、あのこういう可動棚になってるところに注目してほしい。で、色でよく探すじゃないですか。そう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 、足んないもんがないですね。そうだね、できるだけそれを揃えてますね。うん、まだ全然続くんですけど、うん、こんな感じで、あ、こっちのマグポーチじゃないですか。そうだよ、マグポーチ、それからベルト、スリング関係、なんかグレーのコーナーが珍しいしあるんだけど、そう、これジャネコーナーです。ジャネコーナー、完全に迷路になってます。この辺はほら、ガンケースの壁。あ、ガンケースの壁、はい、ハードガンケース、ソフトガンケースって感じで、あ、ガンケースの壁だ。そうなんですか、なんか新しいのいっぱいあるし。そうだね、さっき の、うん、あのほらペイントボールのブランドで、あの HK アーミーっていうのが面白くて、ほら、すごいですね、かわいいですね、にゃるとな感じ。これガンケースなんですか。ガンケースというか、まあ、エクイプメントケースというか、すごい収納力なんですよ、これ。しょえると、うん、うん、すごいすごい、はい、この明細のちょっとね、落ち着いたのもあるし、そう、花柄もあればみたいな感じで。へえ。そしてですね、はいはい、ちょっとこちらご覧ください。ちょっと今まだオリコンとかガンガンありますけど、はい、東京丸井の壁です。あ、今までなかったですね。そうだね、ここまでの種類はそうやってなかったですね。なんだけど、東京マリもこれから積極的にプロモーションしていきますよ。なので、シューティングバーを隅にようこそ、はい、今日ご紹介するのは東京マリのっていう、今まで聞けなかったことが聞けるかもしれない。聞けなかったことが聞けるかもしれない。実は大好きなんで、はい、いや、すげえな、うん、すげえ、すごいでしょ。いやはい、また向こうはこっから壮観ですね。壮観でしょう。まずこのここにこうね、こういう T シャツ重機がありながら、はいはいはい、でこの辺りはブレーキャリー、あとそれからあのチェストリグなんかのパーツ、うん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 、さっきご紹介したアジライトの素晴らしいホルスター、はい、マガジンポーチなんかもあります、これは本当にこのマガジンポーチは本当に生かすです。あとで、ね、ちょっと現物をお見せしますけれども、はい、本当にデザインといい、それから機能最高です。私これを見て、あのショットショーで見て、うん、もうアジライトを扱おうと決めたぐらいなんです。あ、そうなんですね、ぜひ見たいです、はい、で、まあ、フィッティング鏡、特大の鏡が、はい、フィッティング鏡ですね、はい、で振り返ればスナイパーライフルと、それからパッチコー、パッチコーナーですね、パッチコーですね、パッチコー、
ね、いっぱいありますね。クールビン、クールヨーレ、クールヨーレ、あとはこれあのちょっと大好きなフォーティワンアイスクリーム、はいはいはい、フォーティワンアイスクリーム、はい、サーティワンじゃないんですね、フォーティワンなんです、うん、はい、さあお待ちかねし、ま、お待ちかねですね、はい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 、この辺りがそのプレーキャリーとかチェストリグゾーンなんですけど、あすげえこんな撮ってる、あすごいじゃないですか、すごいよこれは、もう品ぞろえはで安いという、はいはい、でこの辺は行っちゃうとこうあのお手頃ブランドなんですけど、はいはい、こちらご覧ください、今までだって少なかったっすもんね、そうだね、まあもうちょっと入れたいと思ってたんだけど、いろいろとこう今回仕入れ頑張りました、例えばみんな大好きベロシティ、ベロシティ、はい、とかね、はい、それからこういったハイブランド、そしてさっきちょっとご紹介したアジライト、これはアジライトさんって、そうなんです、 K0 って言いました、いいですよ、あーなるほどね、いいですね、そうでしょ、かっこいいっすね、かっこいいし、あと K0 ってこれ一番最新なんですけど、うん、小さいんですよ、ちょっとヨッシオ君には小さいと思うんだけど、僕こっちです、僕こっち、そうだね、こっちだね、うん、どっちかたっぷりモデルですね、こっちがもうすごく機能的で、でさっきのプラカードっていうか、はいはい、あれもつけられるっていうすごいいいシステムなんですけど、なかなかお高いんですけど、これはもう何を隠そう、あのイスラエルの特殊部隊がもう今現役で使ってるようなブランドなんですよ、いやプレまた欲しくなっちゃうじゃないですか、ダーンすげえな、ダーンって取れてないという大丈夫です大丈夫です、ええ、はい、あっちはあっちの端っこにもあるんですよ、ね、あ、 ありますあります、こんな感じで立体的にちょっとこう今回は飾るようになってますね、すごいでしょ、すごい、そうただぶら下げるだけじゃなくて、うん、でこれあっち行くと同じものがあるんだけど、うん、こういうふうに同じモデル、はいはい、同じモデルをこうやって色違いでこうやって、あなるほどなるほど、はい、重ねてあります、はいはい、ほらこんな感じで、ほら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 、いっぱいありますね、はいはいはい、おっとこの辺りになると結構リーズナブルで、これ11,800円とか、はいはいはい、はい、安いですね、こんな値段から買えます、この辺もなんか5,800円安そうなんです、やっぱりいいものは見ようと、うん、ということで、まあ、向こうのこの行っちゃうがあのもう実際のミリタリーとか LE で使われてるモデルなんかとちょっと比較なんかしながら見るのがいいかな、これもちろんあの試着室とかあるんですか、試着室は今回は今はないないんだ、はい、あのプレキャリだから別に脱ぐわけじゃないです、このまま着ちゃってください、そうそう、はい、あの全裸で着られるの困ります、今これ何を考えてんだと思うんですよいや広すぎて、うん、でいよいよこうなんていうかな、終わりの方にあのエッジに来ましたけど、はいはい、あのみんな大好き中古コーナーなんですけど、あ残したんですね中古コーナー、そうなんです、中古コーナー三重構造です、えすげえ中古コーナーも三重構造、ほらすごいですね、大変ですよやっぱりこう、僕なんかもそうですけど、まず中古からこう、うん、見て、見て、はい、それから新品店にすることはありますけれども、いやー、スミスさん、これやばいわ、振り返ると、こう例えばこうマガジンがほら、1000円とかで転がったりするわけで、1500円とか、はい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 、これなんか A12 よなかなかないよ、中古では、はい、ちょっと見に来るの楽しいですね、そうですね、だから本当にこう一日いても飽きない店を目指そうかな、すごいな、はいはいはい、すごい、これはプレキャリとかのパーツですね、あとこうキャップとか、そう今までやっぱりどうしてもこう積んじゃってたものを、うん、これからはこういうふうにこう見やすく、見やすく、見やすくあのかけてあのかがまなくてもこう見られるような感じ、すごいやばいよ、ね、ちょっとこういわゆるミリタリーショップ離れしてるでしょ、ミリタリーショップ離れしてます、こう例えばちょっと色をこう揃えたりとか、はいはい、そうだから結構ありがたいことに、うん、海外の有名このミリタリーブランドなんかの方々ももうすでにご覧になっていただいて、あそうなんですか、そう、うん、ある結構世界的ブランドの方はですね、うん、いや世界中のこういうショップ回ってるけど、うん、ここナンバーワンじゃないかなって、うん、そうそこまで言われちゃって、ちょっとおだても入ってると思うんですけど、いやでもまず見やすいし、うん、おしゃれだし、うん、ちょっと来るの楽しいですよね、そうですね、うん、これはすごいわ、でさらにちょっと今回まだ間に合ってないんですけど、はい、ゆくゆくここがバーカウンターになります、あらまあ、はい、バーお済みじゃないですか、そうなんです、はい、もうなのでそれ見越してもディスプレイも
なるほど、はい、はい、50インチを入れました。はい、何バーカウンターって、うん、お酒酒もだからまあ出せる状況になるといいなって感じですね。でもそれがお客さんじゃないでしょ。いや、お客さんも要するにそういうタイムを設けるんだけど、うん、じゃそこにこう参加できる方はどういう感じにするかってこと、うん、例えば会員制するのかオープンにしちゃうのか、うん、もしくはそういう日を作るのかってことは今検討中ですけど、できるだけちょっと敷居を下げたいな。そうですね、はい、そしてあの私 の, あの自慢の弟の自慢のハンバーグなんかを出せるといいな、はいはいはい、楽しみにしてますね。はい、すごいね、広いね。でですね、ツイッターなんかで、はい、あの40まで買い物はしないけどトイレに行くって方いらっしゃいますね。すみません僕ですね方がいらっしゃるんですけど、まあ、そこにあの私たち人に傷ついておりますが、はい、一応トイレもご用意してあります。いいですか。いいですよ、自動で開くというか、綺麗な、はい、こんな感じです。モテる男は座りしも。あ、そうですね。ちょっと今あの今一つこのポップがなってませんけど、はい、こんな感じでトイレ完備。はい、すごい。いや、お見せできませんけど、裏には厨房もございまして。厨房。厨房あります。あの料理作れます。はい、すごい、倉庫もこのまま奥にもあるんだ。あ、ありますよ。広いですね、はい。こんな広かったしか。いや、このビルってこんな広かったでしたっけ。だからね、私もそうだと思った。なんか隣の下まであるんじゃないですか。なんかだってまあそうだね、バックルームも含めるとだから相当広いですね。でもこんなもんだったらもっとこのくらいもっと狭いような感じがしたよね。なんか使い方よ、うん、要するに、うん、セスやっぱこんだけ物を置いてもあんまりせせこましく見えないのなかなかすごいなと思います。グローブすげえいろんな色。そうですね、メカニクスの重機、あの3連発メカニックだらけ、はいはい、じゃあちょっとおすみさん最後に一通り撮ったんで、はい、さっき の, あのマガジン、うん、ちょっと見せてください。持ってくるね今ね、はい、どうやばいっすね。どういうじゃあ気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。いやでもさ、お店来るじゃん、はあ、で今までもほら41行った時って見やすかったじゃん。その見やすさがまた一段と、だってこれ初めての人連れてきても選びやすいし、はあ、まあ混んでるとは思うの、混んでるとかちょっと見にくい時もあるかもしれないけど、秋葉に来る楽しみがまた増えちゃう。増えましたね、うん、あれも見やすくないですか。そういうことすごいね、うん、探しやすいし見やすいし、あらわ465兆展示中が増えました。460円400超えました。460、はい、先ほどあの300兆と言いましたけど、はい、460兆を超えてしまったようですね。やばいですね。460種類ってことでしょ。そうです、だから在庫がじゃなくてあの展示してるのがです。はい、やばやばいです。そしてこれがさっきの、これがさっきのこれ何でしたっけ、アジライトの、3連ポーチですね、正確に言うと、プリンスアプリカード、はいはいはい、プラカードって言うんですけど、ちょっとここ見てくださいよ、ちょっと常人離れしてるというか、なんか超かっこいいんですけど、何ちょっと指突っ込んでみて、あんこれちょっと気持ちいいでしょ、中が、うん、気持ちいい、そう、ベルクロのメスみたいなのがついてるんですよね、うん、だからすごいスムースに入るんですよ、これ見て。え、これは何に付くんですか。これ何の、あ、こう何でも付いたアジライト。ここ引っ掛けのペタッとかつけの。あ、モールに引っ掛かるんだ。そうなんです。え、すげえいくない。そうですね。なおかつベルクロで付いちゃうから、うん、もう全然ずれない。ちょっとあの片手見ると外れる。あ、本当だ。おお、本当だ。このなんつうかな、このパンネル構造なんですね、うん。パンネル。パンネル。あ、これいいわ。で全然取れない。でもあの要するにちょっとこう引いてあげればスムースに。え、いろんな色あるんですか。あります。やばい、ちょっと欲しいかもしれない。はい。あ、全部大変なことになりますけど。ね。はい、え、これチェストリグ系のやつにつけてもいいっすよね。そうだね。うん、まあほとんどモール企画なんで工夫してすればつくと思いますし、これはかなり。アジライト。アジライト。もう最近は最近アジアジ言ってますけど。あ、すごい、何これ、これもこれもです、初めて見た俺この感じ、うん、あ、本当、うん、あのほらいつもゴムじゃないですか。そうね、こうやってこうループになってんだよね。そう、あのアジはとにかくおしゃれ、
おしゃれなんだけどファッションブランドじゃなくて、あのバリバリのこう実践で使われてるブランドなんで、あのもうあの兵隊さんのこのなんていうかな、あそれは一連ですよね。これなんか一連でいいと思う。いやいいよ。うん。私も買おうと思ってます。そう一連ちょっとあの使いやすそうだなと思って。うん、やべこれ何これはここに置いてあるだけです。まだあるんですけどいっぱい。いやあのなくなったらなくなりかけたらまた発注するから。発注するからまた来ちゃいますよ、これ来ちゃうね。俺これちょっと気になる。そうなんですよ、うん、だから実はもう本当にあのなんていうかな、耳の早い人にはもうなんか、うん、あのどうもなんかこの間ショットショーでおすみかアジライト紹介したってことは、うん、アジ扱うんですねとかあの、ね、YouTube のコメントに入ったりなんかして、うんうん、あ鋭いなと思ってやばいですね、うん、だからこうやってここはちゃんと樹脂になってるから、うんうん、あの全然肩崩れしないんですよ ね, ですよね、ペタッとならない、うん、で角度ついてるから、うん、ちょっとこっちにずらしておいていただければすぐ抜ける。これかっこいい。ただこの状態では絶対落ちない、うん、かっこいい、絶対かっこいい、はい、うん、プリンサープラカードとか、それからプリンサーです、プリンサーのマグポーチ、うん、これはこのね今年はめっちゃ流行るといいな。いいですね、流行る流行る、はい、え、ちなみにおすみさんは当初来たかったんですけど、はい、うん、今までほらいろんな店舗ぐる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 回ってたんですか。ぐるぐる回ります。フラグシップストアが秋葉にできたってことは、はい、結構頻度これ今までがちょっと多くなるんですか。いや、あの相変わらずしない居場所がないので、いろんなところに行くんですよ。あ、そうだ、独居房ないじゃないですか。独居房ないんですよ。独居房はあの吉田市で、あそこにいるとみんな声がかけにくいってじゃないですか。だから、うん、これから先は結構そこにあるバーカウンターで、あのリアルバーお住みをしながら編集とかしたりとか。なるほど、あの丸見え状態で、あの丸見え状態で、こう難しいこう書類とか読みながらしてるかもしれませんけど、うん、お気軽にお声掛けください。わかりました。はい、6月9日オープンの41、はい、まあ数時間前、はい、ですけどね、はい、ですけども、明日は、何時だっけ。9日12時から。12時から。あ、もう普通にオープンだ。そうです。ね、待って、明日って金曜日だね。12時からですね。はい、平日は、うん、平日に関しては12時スタートの21時半クローズです。うん、はい、でそれから、休日土日に関しては11時スタートの21時半オープン。あ、ごめんなさい、クローズ。21時半クローズです。あ、じゃあ 土日も平日も21時、はい。クローズは一緒。なんだけど、まあ、今後、まあ、予定は未定だって決定ではありませんけど、うん、もしもあのバータイムなんかできるようになったらもう全然伸ばしちゃうかな。あら、まあ、はい、いいですね、夜遅くまで行ける。そうですね、わ、はい、かりました。仮の足は確保してください、はい、ではオープン、はい、おめでとうございます。まだオープンじゃないね。そうなの、ね、ドキドキしてますけど、ね、頑張ってください、はい、ありがとうございます。それではですね、はい、やっと出ますけども、はい、このチャンネルが楽しかったら、面白かったら高評価、はい、コメント、はい、よろしくお願いいたします。登録ってな感じですね、はい、何回やっても慣れない。なんかこうちょっと真面目に撮ったんで、はい、ちょっと少し、うんうん、あの来る感じなかったんです。急に来たんで。そうだよね、今日だって吉尾くんだけで来るって話だったんだけど、はいはい、まあ、楽しかったです。そうですね、ありがとうございます。はい、明日のこの動画は後なんで、もう皆さん来てらっしゃると思うんですけども、まだあの地方にいたりとか、はい、あの北海道にいる方も見てるんで、そうですね、あの東京に来た時は、はい、ぜひですね、41PX、ぜひぜひ、はい、来てください。実際見た方が、あ、こんなに散らかったんだっていうふうに言ってた。あ、そっか、そうです、明日は綺麗になってる、ね。こんなんないですから、明日は。ね、明日は綺麗になってる。ないはずですから、うん、はい、もうすごくあの本当にあの今までのミリタリーショップのこの概念を打ち破るような、はい、あのかっこいいお店で。はい、なってますので、ぜひ本当にあの見に来るだけでも、はい、来てください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 I'll be back。 We'll be back。 We're not close the curtains, cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah.